そうそうそう。あれ今実際どうなんだ、例えばネット上でね、はい、情報を出して、例えば間違った情報、はい、情報を出した側の責任なのか、それを良しとした方の責任、多分、ね、放送局は責任がありますよね。だからそこが今どう、放送局はもう出した側が絶対悪いですよね。全くそんなことないけどね。そうですよね。で 今どうなってるんですか。僕はですね、まあ、当然どういう事実関係とどういう、理屈に基づいてこの情報が出てるかっていうようなことは明らかにしなきゃいけないと思うんですけども、当然物事が一つあるっていうことはそれに対して肯定と否定は必ずあってですね、あのどちらが正しいかっていうことではないと思うんですよ。ですからその2つの情報を必ず出すことにして、でなおかつそれをどちらを正しいとするかっていうのは受け取り側の判断だと思いますので、うん、そこは僕はネット上ではそれは受け取り側の判断に委ねられるということで、全然いいですよ。受け取り側の責任。わー、さすがニコニコ動画っぽい立ち位置からのコメントですね。これは橋本さんなんか逆に全然違う意見というか、まあ、今までやられてた世界は違う立場ですよね。全くそうですね。それ言えたら楽ですよね、逆に言うと。もちろんあの視聴者とね対話しながらやっぱり番組っていうのはできていくんだけれども、実際第一情報を出すときに間違った情報は出してはいけないっていうね、やはりその取材しても取材源も含めてきちっと押さえた上でこれは正しいと、これは出してもいいんだと、これはみんなのためなんだというふうなね、そのみんなのためっていうのはちょっといろいろあの議論はあると思いますけどね、これは正しいと、自分たちが信じてこの曲は自分の曲が出すべき情報なんだという形でニュースは出してますよね。なるほど。よくこうテレビで取材された時に、はい、気に入ったことを言うまで撮り直しを続くんですよね。ああ、逆に言ったら撮られる方。すいません、もうちょっとあのこのコメントいただけますかねみたいな、これを言ってほしいんだろうなみたいなのが伝わって。なるほど。でそこだけ使われるんですよね。人の場合はね、スピードって大切なんですよ。はいはいはい。で雨降ってる、それをわざわざ測って裏を取って出すというのは、そうなんですよ。だからやっぱりね、あの僕2つあっていいと思うんだよね。こっちはちゃんと裏を取った情報ですよというのと、これはもう本当に感覚のものですから、あのスピードですと、その代わりあとは自分で判断してくださいねっていう情報をこ うまく使い分けるとね、いいかもしれないですよね。いや、ソーシャルの情報のちょっと本質的な話になりますけども、逆にもう一つのこれ、ちょっとそれに関わるところで、これはあの今言ったように出す側と受ける側が、まあ、ある意味もう会話というか対話しながら作っていくというような世界もちょっとね今回新しい試みで、これ、去年の9月から始めたんですけども、Google のハングアウトという、ビデオチャットというか何て言うんですか、ビデオ会議の機能を使いながら天気マークなどを修正していったという例もありますので、ちょっとそちらの VTR も見ていきたいと思います。こちらです。現在の状況を確認していきたいと思いますが、ライン上の雨雲が、近畿方面、それから四国ですね、こちらの方に入ってきているようです。現在日本海側中心に雷もたくさん観測してますが、この時間は、瀬戸内、それから近畿方面もですね、かなり激しい雷雨といった状況になってきているようです。はい、大阪の方も今ハングアウトの方に参加していただけたようです。ちょっとつなげてお話伺っていきましょうか。タクサンさん。はい、どうもこんにちは。はい、よろしくお願いします。はい、はい、大阪方面だいぶ天気急変してきたというふうにね。そうですね、はい、雷が鳴ってきました。音がしてます。なるほど。もうにわかに雲行きが怪しくなりまして、はいはい、いつザーッと来るか分かりませんね、もうね。あの雷の状況と合わせて先ほど申し上げましたが、突風ですね、こちらも、はい、今ソラテナの反応を見る限りではですね、気圧の急変が今この時間ありますので、はい、かなり、ね、激しい現象、突風も伴ってというような状況も想定されるという、はい、ご注意をいただければと思っております。はい、了解しました。はい、はいはい、ということで、これはあの予報センターという、まあ、予報を作っている現場にも直接ユーザーが、まあ、このハングアウトという機能を、使って入ってきているという、あのオズっていう男なんですけど、ちょっと慣れ慣れしかったですね。ちょっと上からだったなんか大阪から来てるみたいですねとか言って入ってきたら、ああとかいう感じで、みたいな、ちょっとオズ問題あるんじゃないかな、今サムネイル出てますけどね。はい、まあ、それはちょっと置いといてですね、まあ、その慣れ慣れしいのもいいのかもしれません。はい、今みたいなところっていうのは、これちょっともう一回杉本さんにもお聞きしたいんですけど、ああいうちょっとあのニコ生っぽい感じのあれですけど、あれみんなね
こうなんかウェブカメラとかでこう空をこう映して、うん、で自分は声だけ で、はい、で今こんなになってますみたいなの、はい、こうパカ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 入れ替わり立ち替わりやってるんですけど、ああいう天気予報の作り方どうですか。いや、やっぱりリアリティが出てくるから、うん、それはそれですごいいいと思いますよね。今どうなってるのかっていうのはやっぱり、うん、目で伝えるのが一番情報量としては多いので、はい、いろいろと解説をしますが、要はこんな感じですっていうふうに見てもらうっていうことは大事だと思いますよね、うんうんうん、なるほど。それに対して解説を付け加えることで、なんかその状況の把握そのものっていうのは何でしょう、やっぱりその質が上がるというか、やっぱりデータ量が増えていくと思うんで、うん、一応先生、うん、僕ら結構ああいうことばっかりやってるんですけど、これは市川先生から見ると何なんでしょう。あれは本質的な進化じゃないですか。本質的な、うん、動画になったってことですよね。ああそうです、そうです。だからみんなから上がってくる情報が最初文字ベース で写真ベースになってきて、うん、さあいつかこれ動画になるんだろうなと思ってたらすぐなっちゃったなっていう感じ。ああそうでした。そしたらこう映像でみんなに届けてきたそのテレビっていうものが今度はもうみんな映像で来るから、うん、相当その番組というかサービスの質が変わってくると思うんです、ここから。で今あれパソコンですよね、多分上がってきて、はいね、あれスマホとかでできるんですか。スマホでもハンガーとできますね、はい、できるんですよね、そしたらすごいですよ。すごいというのは多分日本が世界に先駆けてできる放送の形じゃないですか。スマホでそれでそのまま放送に入ってくると。そうそう、だから日本はもう10年以上前からみんなガラケーと呼ばれているような端末で映像を撮って送るっていうことができるようにみんなで鍛えてきたわけですよ。あれ鍛えてたんですね。鍛えてたでしょ。あれ鍛えてたんですか。ガングロを中心にね。でこう実力が蓄えられたところで、こう実際に放送とくっつけることができるようになったわけですよ。はいはい、で今海外でもスマホ持って歩いてる人結構増えてるけど、うん、まだこうじいさんからガキまでみんなあれ持って映像で送るっていうほどの情報利用力っていうかリテラシーはないですよ。確かにそうかもしれないですね。だからこういうサービスをちょっとみんなで作り上げたら。この後海外持ってくるんじゃないですかね。あ、ネットワークの進出もいいですからね、うん、日本は。日本はね抜群ですからね、ちょっとなんかこけたらヤフートップとかで大障害とか言われてますけど僕ニューヨークでしょっちゅうこけてますからね。 AT&T とかベライト繋がる方がね、少ないぐらいの外国人。全然そんなニュースにならないみたいな、もっとひどいニュースいっぱいあるぞみたいなことなんですけど、すごく状況はいいんだと思うんです。ネットワークもみんなこう持って使いこなす力、やっぱりみんなが使う力っていうのが一番のポイントだと思うんですけどね。日本人は知らぬ間に鍛えてたと、うん、ガラケー使いながら。さっき炎上起きたっておっしゃったじゃないですか。炎上、はいはい、日本は世界に比べてものすごい炎上が多い国なんですよ。炎上、それいいんですかね。炎上大国なんです。炎上大国、うん、で年にね3倍ぐらい炎上事件増えてるんですよ。それ何か年々炎上している。だそれはね、みんながこう言いたいことが多いから、うんうん、興味があるそう、そうしたね。だから今こうみんなの目の前にこう前に置いてある MBA でいろいろこう流れてきてじゃないですか。こうやってずっとみんなで鍛えてきてて、ニコ動なんかで発言してる人もあれも僕はソーシャルで鍛えてるんだと思ってるんですけど、それがこう炎のようにパッと燃え上がって社会問題になる炎上って呼んでるんですけど、はいはいはい、それもみんなのこうユーザーの利用力の高さの一環だと思ってるんですよね。逆に炎上しやすいってことはまあ、燃えるってそれなりにパワー必要ですから、うん、それがマイナスの方向にいっちゃうとね、炎上って表現になるかもしれない。そうそうそう、逆にプラスの方向に行けばそれはこういうサービスになるわけですよ。いろんなね、新しいみんなにとって幸せな情報が出てくる可能性ありますからね、うんうん、はあ。他の国はどうなんですか。そういうの起きないんですか。いや、起きてるところもちょこちょこあるんですが、日本ほどじゃまだないんですね。アジアはどうですか。アジア、日本とやっぱり韓国が多いっていうんですね。あ、うん、それは使われてるサービスの性質にもよるんですけど、あ、うん、日本の場合は震災の時も僕いろんなセーラーから工事の大丈夫かって来たんだけど、はい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 、やっぱね、あの映像は日本だけだって言ってた。あ、他にもね、各地津波、南の島でもありましたよね、はいはいはい、でもあの震災の時の衝撃映像は日本だから撮れたんだと。なるほどね。そう、あれは本当ね、外国の人の衝撃だったっすね。うん、みんな言う、日本だからできた、ね、日本だからできたんだ、うん、まあ、それをしっかり残すというね。これ放送でもやっぱり記録映像じゃないですけど、それって重要ですもんね、橋本さん。これ全くそうですよね、うん、記録の映像っていうのは本当にね、あとあと役に立ちますよね。立ちますよね、映像が記録されてれば研究者の方もいろいろやりやすいっていう。そうですね、うん、
なんていうかプロの研究者じゃない、ないものであっても取ったものは事実なので、うん、ファクトですよね、うん、そうです、ファクトのやっぱり集合がやっぱり変えると思うんですよね、いろんなものを。だからそれ意図が入ってない情報が多いんですよね、生情報が多い。それはすごい大事だと思います、うん、あ、意図的に作る情報じゃなくて生の、逆に素人の方が 生しいですもんね。そうですよね、でプロは必ずストーリー作ってから載せますよね、はい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 、でストーリーがないところが面白い、うん、そうかそうか、それはサイエンスですね。確かに、あの今年の2月に、シスコが発表したデータによると、うん、あの日本の1人当たり発信する情報量、データ量って世界平均の5倍でダントツ世界一なんですよ。あ、そうなんですか。だからみんながこう文字だけじゃなくて映像も含めてものすごく発信してる国なんですよね。なんかイメージと違いますけど、日本人でなんかシャイガイみたいな、なんかそんなあんま発信しないんじゃないかってイメージ。フェイス2フェイスだとシャイであんまり喋んないのに、ネットになると人が変わったようにらしい、どうやら。それがもうどうやら日本人はそうらしい、うん、ところが逆にあの情報を蓄積してる量がね、そうですね、北米に比べて10分の1くらいなんですって。だからみんなウォーっといろいろ情報発信するんだけど貯めてないって言うんですよ。だから使えて、社会的に使えてないんです。もったいないですね、うん、だからこういうサービスでみんなからの情報をちゃんと貯めて利用できるようにしておいてもらうとすごく力が出てくると思うんですけどね。おー、いや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 、まあ確かにね、情報を貯めてそこからまたフィードバックかけて新しくね、うん、何かを作っていくっていうことをやらないと成長ないですもんね、うん、まあみんなこう四六時中つぶやいてる国ではあるんですけど日本は、だけどまあそのほとんどはあの腹減ったとか眠いとかうざいとかそんなばかりなんですけど、そうなんか役に立つものを引き出して貯めたらいろいろ使えると思いますよ。はあ、面白いですね。さあちょっとこればっかりでいくとあれなんで、どん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 次行きたいと思いますけど、さあ続いてはですね、サポーターの参加でコンテンツを深掘りしているという事例になります。マニアック電気で天気マークの評価を実施していた、これもあの2012年の9月から始めました。 VTRあるようなんでちょっと見ていきましょう。こちらです。こちらのコーナーは今朝朝7時の時点で出されていたお天気マークが皆さんの感覚と合っていたかどうか、当たっていたかどうかということを振り返っていくコーナーになっています。はいですね、はい、まあ、この朝7時の段階で、皆さんに見ていただいた天気マークなんですけどね、はい、では数字で見ていきましょう。どうぞ。当たったという方が867名、うん、外れたという方が156名になりました。お、あいやでもいいですよ、先週から比べたらね、もう本当に右肩が上がりまくっているぐらいですよね。約2倍ぐらいになってますよね。沢田さん諦めが早いですね。なんか、はい、なんだそのため息って今日は 84.75%、うんうん、まあ、85ってことですか、はい、なるほどね。そうですね。ではこちらのコーナー参りましょう。今日の天気当たってる予報フィードバックです。さあ、出だしからあんまりよろしくない今日ね。なんだかちょっと厳しめのコメントもいただいてて、今日はね、はい、あー、いきなり青が入ってる。いや、勢いがいいな、青が。いやー、ここまで来るの気持ちいいですね一斉に上がりましたよ、青が。そうですね、ゾゾゾゾと。なんか機械の方もなんか、おっ、外れたという方が485人目、当たったという方が416名になりました。青が多いっていうのはいけませんね。はい、来ました。はい、46.1 ですか。46ですね。まあ大体そっか、45。最低記録が更新です。更新、はい、あいやー46過去最低ですか。そうですね、やっちゃいましたか。あ、やっちまったなみたいなまさにやっちまったなって感じですね、これね。はい、ということで、先ほどからなんか僕の隣であの
白石さんがもう大絶賛してるんですけど。いや素晴らしいですよ。キャスターが可愛いってことですかこれ。違う僕はねキャスター好き。あ違う、気象庁に参戦してほしいね。あーこれに、うん、そうこの企画に。だってそれは比べられるから。ああ、うん、どっちの予報が正しいかって、はいはいはい、それずーっとこれ今後も、ね、続けてほしいんですよ。で確かにね、まあ、夏とか冬って当てやすいからね、うん、春とか秋それは難しいですよ、うんうん、だからそれでどのぐらい確率でどのぐらい合ってるかっていうのはこういうデータ多分僕ら全員欲しいと思いますよ。おお、これね最高ですよ、ね、今までね、あのなんていうかここだけ真摯に反省したってはないですよ多分。真摯だったのかちょっと分かんないですけど素晴らしいです。橋本さんこの素晴らしいです。もう本当にね即刻反省してるところがいいですよね。あれあの左側ちょっと色黒いやつはですねうちの取締役です運営責任です、はい、いやそれでね、実はもうあの天気の予報っていうのは非常に難しい、うん、そういうことをね見てる人ユーザーにも理解してもらえるいいチャンスだと思うんですよ。あというのはやはり非常に単純に、ね、確率の高い予報と今日の気象条件は非常に難しいと、うん、当たるか当たるかプロでもわからないんだというふうなことをねぜひその解説の中でね入れてもらうとですね、いやプロでも当たらんこれそれほど難しい天気予報なんだと、でもその中で当たったんだというふうなことも含めてね、だからその天気予報でも今日は非常に難しい状況ですと、今日はもう全然難しくない簡単でいきます、この2、3日は大丈夫ですという時と、いやもう1時間後は分からないというふうなこともあると思うんですよね。だからそれがビビッドにユーザーに提供できると、これも一つの天気予報 その中だと思うんですよ。全くそう、うん、前から思ってたんですけど、その天気予報の地震をですね、うん、いや地震なるほど今日は地震ありますと、地震を地震地震、はい、数字で出してくださいみたいな今日 50% ですとか今日は 100% ですとか、うん、気象庁 ABC でやってますね。ああはい、地震あれ何て言うんですか、地震度っていうの ABC で評価してんの予想のあれをやってるんですよ、はいはい、だからどのぐらい自信があるか知りたいよね、うん、ユーザーとしてはね、うん、そこまで手の内を明かしてくれと、そう自信があるのかちょっとねさあみたいなのね、あ自信ないんだみたいな大体そういうのってあのキャスターの顔色とか難しいですよとかそういうので読んでるんですけどなんかもっとデジタル的に出してもいいんじゃないかっていうね。そうそれ僕いいと思いますよ、うん、いや今まではね、うん、その天気予報っていうのはまあ神が天気予報する時代があったじゃないですか、うん、最近はねあのこういうウェザーニュースもこういうふうな予報するそういう時代になったんだけれども、だから見てる人はユーザーは予報する人はもう神様みたいに今までイメージをしてたわけね。神ですからね、うん、だけどもやっぱりプーラと一緒に悩みながらやってるんだというふうなことをねやっぱり表現してもらえると非常に親近感、よりその信頼性がそのリスクの範囲の中での信頼性はぐっと上がると思うんですよね。最後はやっぱ人と人とのコミュニケーションだって、うん、神様と人じゃないと、だテレビ局は神様でそれを受けてる人みたいな一般市民みたいなない、お互い人同士でっていう、そこが本質なんじゃないかと、うん、コミュニケーションの一番本質はそこにあると思いますよね。それの感情が入ってもいいのはね、うん、僕らヨットレースしてるでしょ、はい、今日調子が良くて全てうまくいきなってポジティブな時っていうのは当たります、うん、コンピューターより僕の感能が当たるんですよ。これは第六感というのが働くんですね。それ白石さんだけじゃないですか。ちょっと旅しすぎて違うもの見えちゃってんじゃないですか。例えば皆さんもスポーツでも仕事でも当たるって時あるでしょ。調子のいい時、うん、調子いい時ね、はい、なんとなくそれはね、それは信じていいんですよ、うん、ただ人間っていうのは波があって、あ調子悪いなとか、例えば社内が喧嘩したりなんかうまくいってないなっていうと、うん、怪我とか事故って起きやすいんですよ。気が荒れてるんですね。でそういう時僕どうするかっていうと、コンピューター信じるんです。要するに自分の判断を信じない。あ俺の判断は きっと今日なんかギスギスしてるし、なんか調子悪いから今日はコンピューター。そうするとブレるんですよ判断が、うんうん、ネガティブの時に判断したらもっとネガティブ思考になるから、そういう機械っていうのはプラスマイナスですから、うん、上下がないんですね、はいはいはい、だから機械と人間の感情をあの使い分けるんですよ。
うわ、そうやってレース運んでいくんですよ。サイボーグですね。そう、だそれは仕事とか皆さんの業務でもきっとそう、あの、うん、考えないときって当たりますからね、第、うん、あこれだっていうとき、ただ迷ったときっていうのはあの損得感情が入ったり余計な情報があると外れることが多いんですよ。だからそういうのちょっとなんかビジュアルで入れてほしいの、なんか絵かなんかでね、にっこり笑ってるのかとか、ちょっと悩み顔だったり。いやそうかそうか、初めてこう、あ本当あの第六感ってのあるんですよ。皆さんも多分経験したことあると思うんですけどね、うん、あ決まったとか当たったって、そういう時まず考えてないはずです。で見るとやっぱりその個人の調子とかなんとかってありますけど、これ大多数の人が第六感をやった時の、例えば雪降るのか降らないのかみたいなものをやっぱりあの見るとやっぱ当たってるケースの方がやっぱり多いので、うんうん、そこは確かにその人の感性、第六感を集合値として集めるみたいな。どうなんだろうね。やっぱそこはチャレンジですよね。そうだね、気象予報士さんいろいろいるからさ、そこでこうパッとこれは自信があるのか、うん、データからの感じは分からないけど、なんかそういう一つ新しいカテゴリーっていうのかな、うん、あっても面白いかもしれない。これ予報を打つときって、はい、その機械で出てくる数字みたいなので自動的に予報って出るんですか、あるいはそこでこう今日どうしようかなって悩んで感情とかが入ってくるんですか。あの基本的にはですね、まあ、森田さんいるんで森田さんに話してもらってもいいんですけど、あの基本的には解析したものが、うん、あのストレートに出るようになってるんですけど、でもやっぱりそこはあの人による修正とか、多分この機械の癖としてこういう時はちょっと多めに出るからちょっと少なくしようとかっていう調整のレベルを人がやってるみたいなのが簡単に言うと。そうは言っても今日なんかこんな気がするみたいな、言ったれみたいなことはないんですか。森田さんどうなんですか、酒飲んでる時とかちょっと雨が多いですか。で、え、気象は科学技術、気象は科学技術だそうですけど、やっぱりあると思います。あるんですか。あのスポーツだけではないと思いますね、うん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 、ここだというのは、気象予報士もなんかそういうのがあると、はい、まあ、気象予報士っていうのはスーパーコンピューターが必要だっていうのはその部分かもしれませんね。まだまだ、うん、要するに未来を予測するんだから、データっていうのは全部過去ですよ、うん、そうですね、昔話なんだから、うん、誰も見たことない未来を予想するんだからね、うんうん、ああいやいやいや、もうこれ予報のコアな技術までね話すとは思ってなかったんですけども、まあそんなような形でいろいろやってる天気予報に関しては、まあですからまとめるとですね、人の力だとか、あとはコミュニケーションの中から生まれるだとか、まあ、それが先ほど一夜先生も言っていただきましたけど、テキスト、写真、さらに動画になっているという、まあ、こういった試みをいろいろとこの1年やってきたという形になるわけですけど、この先はですね、ちょっと天気予報から外れてきます。行ってみましょうかね、次の、テーマになりますけども、次はですね、スポンサード企画による空歌の新展開というちょっとわけのわからないところになってきましたが、ウェザーニュースであの皆さんと一緒に空の歌を作るということで、季節5つに分けてですね、その歌を作っているわけなんですが、それが今年からちょっとスポンサードという形になったということなんですけども、うん、それが始まったきっかけとなった、ミーティング、これも、ハングアウトという機能を使ってます。ちょっとそちらの VTR 見ていきましょう。こちらです。ツアーとかはダメなんですか。ツアー、まあツアーそうですね、まだお金とかコストの話はまあありますと。でもそれは単なるやっぱコストなんで、コストはアイデア次第で解決できる方法もあるかもしれないし、昨日の話では本当に馬氏の頭の中にもやっぱりその、いや本当にその企業スポンサーかみたいな話も選択肢としてはあると思うんですよね。でなんかそこが解決できたらできるものなのか、なんか別の企画で乗り越えちゃうっていう話なのかなんですよね。あのスポンサーで言えば企業はタイアップはいいですけど、やっぱりスポンサーって形になるとなんかソライブの良さがなくなる気がするんですよね。それよりはやっぱりサポーターからいくら、いやしがらみがあるとやっぱダメです。思います。それよりはやっぱり、サポーターからいくらかでも集めた方が、もしくはナッチャーストラップを500円値上げしてみんなに買ってもらった方がいいと思います。なんかどうしてもイメージ的にスポンサーをつけてしまうと、何かその今まで自由にできていたことが、その、はい、がんじがらめになってしまってできなくなって制限がつけてし、ついてしまうドライブの良さですよね。どうしてもあると思うんですよね、それっていうのが。タイアップだったらなんとなくみんなでねアイデアを出したりとかして、そこでなんか絡めたらなんか面白いようなことができる感じもしますけどね。
いや、なんかそれこそ、まあ、目的税じゃないですけれども、はいはいはい、このイベントをやるためにお金が必要だから、この例えばキャスターカレンダーとか、これをイベントのために使うなんか商品をソラショップで売りますよとかしてもらった方がいいですよね。出しやすいか、それの方が。そしたら前の DVD みたいに参加人数が多かったら、だん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 安くなっていったら、みんな参加してくれるんじゃないですかね。それありますね。というですね、何なんでしょうかね、今の話は。あのスポンサードという仕組みにちょっと変わりましたってことなんですが、基本的にあのこの番組、今流れてる BS910 チャンネルもそうなんですけど、あの CM 入ってないんですね。基本的には全部、どっかの企業からお金が入ってそれで運営してるってことが一切ない。これはあのウェザーニュースの携帯サイト、スマホのサイト、インターネットサイト、そしてこのストライブ24、基本的には、そういう広告ビジネスモデルみたいなのはやってないんですが、そこに対してですね、いろいろとあのうちのスタッフが歌作ったりイベントしたりするとですね、お金が、かかると、であのどうしようかとかって言ってたらですね、いろいろとあの企画会議をやってる中で、じゃあやっぱサポーターがスポンサーなんじゃねえかみたいな、そういう話になって、前回これはですね、前回の春のイベント、春パーティーっていうのをやってたんですけど、そのイベントからそういう形でネットのスポンサーとかっていうので一口500円みたいなものから始めて、なかなか今成功しているということなんですけど、この辺ちょっとニコニコ動画杉本さんにも、ニコニコ超パーティーのあの赤字を消したのはもちろん、ね、来場者であるし、また逆に企業もね参加していただくという、まあ、今回協賛も、ね、そうですね、かなりハイブリッドにその辺うまくバランスよくやってるんじゃないかなと思いますけども、どうですか、これお金かかりますからね、サーバーイベントなんで何でもお金はかかっちゃう、はい、うん、とてもお金はかかるので、とてもお金はかかるお金は必要なんですけど、でもやっぱりですね、やっぱそのソーシャルの雰囲気の中で、そのスポンサーがつくっていうことは一つその商業的な匂いのするものっていうふうに捉えられて、はい、やっぱりすごく嫌がるんですね。それはあの、うん、僕らも多分そういうところってすごく意識することがあるし、うん、一般論としてもその SNS のサービスの中でもやっぱりそういうのすごい強いんだなっていうのが、う、ね、この天気の雰囲気の中でもやっぱりそうなんだっていうのが、天気のコンテンツをして今の雰囲気ですからね。そうそうそう、なので多分なんか何かをやることにお金が必要なので、それに対して、サポートをしてもらいますっていうようなやり方は、うん、どうしてもなかなか馴染まないのかなっていうふうに思うんですよね、うん、なのでそうなってくるとやっぱりその一人一人のユーザーのドネーションっていうところから始まるんですけども、うん、ただそれでものすごい集まればそれはそれでいいんですけども、やっぱりどっかであの多分応援したい企業なんかももしかしたらいる可能性があるから、うん、その時にはあの何かそのスキームを変えるとか見せ方を変えるとかっていうことができると、結構そのサポーターの人もハッピーになれる瞬間ってもしかしたらあるのかなっていうふうに思うんですよね、うん、でなんかなんだろうなってなかなか思いつかないんですけども、あのだからその予報することに対してサポートをしてもらうっていうことよりも、例えばなんか限りなくそのサポートすることがコンテンツ化していくっていうことが一つの考え方であるとするのであれば、例えば今日あのそこのなんていうんですか、スポンサーとの関係ってすごく難しいんですけども、はい、ただ今日の予報が晴れですっていう話になった時には、この晴れの予報に対してどこどこの企業が、例えばそれは今日晴れてもらうことによって我々の企業はすごくありがたいので、それに対してサポートします。例えば外にお出かけをするときに必要なアイテムを持っている企業さんが、当然晴れの予報であれば我々それに対してぜひ乗らせていただきますだったりとか、だから前倒しじゃなくて後付けで何かつけるような考え方とか、すごい世界ですよそれは。そういうのを企画化していくっていうことが結構、天気によってスポンサーも変わればとか、そう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 、そういうやり方もあるんじゃないか、単純にユーザーに全部負担してもらうという、そういうシンプルなことでもなく、今までのような何かをするためにまずお金をなんか協力してくださいっていう話でもなく、うん、みたいな考え方をこう広告企画化していくっていうのは、なんかこれからの時代すごい必要じゃないかと思うんですよね。これ高橋さんなんかやっぱ研究にもお金かかりますよねっていうねこれやっぱ最終的になんか世の中に新しいこととか何かやろうとするとやっぱお金はかかるわけで、それをどう持ってくるかっていうようなものはもう全ね全てに共通だと思うんですけど、そうですね。 でもこの基礎研究っていった場合には、一番そのお金からあのスポンサーはまあ税金ですよね、うん、だからそこそうです、非常にかけ離れていて、うん、でそこをどうやって評価していくっていうのは非常に大きな問題ですよね。でタコツボの中で評価をしていくというとだんだんこう狭くなってくる、うん、やってることがね。
でやっぱりあの現実で求められているものとかもっと広い世界で求められているものとの結合が弱くなってくる、うん、でそういう意味でこういう直接払うとかっていうのもものすごく面白いですよね。もうユーザー受ける人と作る人がもうそのまま直接なんか間に入って誰かが調整してるとか、そうですね、どっかの仕組みの中で流れてきたお金をこう使うとかそういうんじゃない直接的な、まあ、関係というね。そうですね。で我々もいつ もうプロポーザル、まあ、申請書ですよね、はい、もう年中書きまって仕事の半分ぐらいそれやってるわけ本当はもっと研究したいよね。でだからで誰かを想像しながら書いてるわけです。だから役人を想像することもあるし同僚を想像することもある。でもなかなか最後のユーザー例えば我々の研究が面白いと思ってくれる人に対して想像するの難しいんですよ。なかなかめちゃめちゃ生臭い話になってきましたけどねでもそれやりたいですね。だからねえ、うん、橋本さんなんかはこれテレビの世界に行ったらこれは、うん、そうだよね。これはちょっと何なんだこれっていうね。この1年間のね、はい、まあ、反省をするという今日の回なんですけどね、はいはいはい、このテーマが一番ね、うん、ついに来たかと。ついに来たかついに来たかこのテーマ金の話来たか。いやいやいや、あの私はもう卒業しましたけどね、はい、現役ならね非常にもう震えるような話なんですよ。震えるような話、うん、っていうのはね、どういうんでしょう、その番組作るのは全部お金が、例えば番組は何のためかっていうとやっぱりオーディエンスに喜んでもらう作品を作るため、はい、みんなお金がかかるわけですよね。で、企業としてもやっぱりお金を儲けるということ。だからその中でどうしたらそれがいけるか、でこのことについにウェザーニュースさんが身をつけたんだなというね、今日のテーマの一つ、これは非常に大事なことだと思うんですよ。非常に大事なことで、これはね民放が今まで、60年ラジオの時代テレビの時代から来て60年民間放送の一番原点の部分なんですよ。はあ、原点である、はい、でスポンサードっていうのはまさしくその原点の部分で、で民間放送っていうのは要するにお客さんがオーディエンスとそれとスポンサーと2つお客さんがあるんですよ。うん、普通の事業では商品があってそれを買う売る1対1のフェイスフェイスです。民間放送っていうのは2つの顔で、この2つのお客さんが利害が反することがある。見る側、消費する側と、まあ、そうそうそう、提供する側と、ね、でこの塀というかバリアをいかに取り払うかというのが民間放送の今までやってきたプロたちが頑張ってきた世界なんですよ。そのプロってある意味そのバランスを取るプロでもあったという。そうそう、だからメディアっていうのはうまく融合するものなんですよ。でこれが成功の秘訣なんだ。だからメディアとはメディアで成功するというのはいかに融合さすかということ。確かにメディアってまあメディアの真ん中ですからね。そうそう、それをどう埋めるかみたいなと、うん、それにウェザーニュースさんが気がついたんだなというのはね、うん、今日はこのテーマで。おい、誰か気づいてるか単純にお金ないから甘えてるだけじゃないですか大丈夫か一夜先生どうですか僕ね、はい、答えは一つじゃないと思うんです。これで昨日ミクシーの取締役会に出てたんですけど、そこでそう昨日その笠原社長が退いて、うん、で30歳の新しい社長になることが、まあ、そこではっきりしたんですけどもね、うん、それは何かっていうとビジネスモデルが変わるってことでもあるわけですよ、うん、これまでずっと広告モデルでやってきた、はいはい、ソーシャルの世界が、はい、今度はその課金ユーザー一人一人からお金をいただくっていうモデルに大きく変わっていく必要が、その会社の場合はそういう経営になろうとしてるんですよ。で逆にじゃあ僕が今所属している大学はどうかっていうと、はいはい、逆にその学生が最大のスポンサーなわけです、うん、一人一人から学費もらって経営してるわけね、うん、だけどそれじゃあもうその限界があるんで、うん、企業と組んで、うん、産学連携、つまりスポンサーをこれから取っていきましょうみたいな、さっきの V と同じような話を今してて、そこのなんていうかこうどの辺が一番それぞれの組織にとっていいポジションかっていうのは、うん、どんどん変わるし今分かんないっていうところに来てんじゃないかなっていう感じがした。ただ一番何だろうと思ったのはさっきのあの V は何ですか、あれあれ放送なの、あれ放送です、おかしいよねあれ放送で企画をしてどうしますかって悩んでますっていう放送で、だからこのだからじゃあ金払うよとかこれ値上げしろよとかなんかそういう話になってるっていう、だってそれって取締役会の議論じゃないですか
この会社をどうしていくかの根本の根本を、そうですね、番組でオープンに議論してるっていうのがもうドパンクですよ。ちょっとすげえ、ドつきましたね、はい、パンクにドがつきました。パンク、パンカー、パンケスト。いやでもこういう現象ってやっぱり結構起きますよね。僕らがお願いはしてないですけど、ニコニコ動画がどうやると赤字がなくなるんだとかっていうことはユーザーが勝手にこう話し合ってくれて、いろんなところでやってますもんね、うんうん、とかやっぱりお手紙来たりしますよ、こういうのやったらどうですかみたいな話とか。だからもうユーザーが経営者、ユーザーがディレクター、ユーザーと一緒になんか常務会みたいなのやってるみたいな。そうですね、経営会議をやってる、すごいですね、いやいや、何なんですかね、そういう流れになってるっていうことなんですけど、でもね、これね、見るとね、みんなスポンサーに対してね、あまりにもネガティブだな。例えば僕はスポンサーなしではなかなかできないんですよ。そうですよ。例えば最初の世界周はほぼ自分でやりました。あら、まあね、自分で船を作って、めちゃめちゃお金がかかるわけです。かかるけど、みんなの好意でやったんですよ。でももっとじゃあ世界周大きな大会出たいって言ったらいい船が必要なんですね、うん、と当然お金が必要なんですよ、うん、で何ていうかな、よくね、まず何をしたいかを決めるんです。我々は何をしたいんだろう、うん、でそのために何が必要なんだろう、うん、でその時にお金出してる企業とよく話し合うことです。例えば僕なんかね、スポンサーいるけども、スポンサー言いますよ、僕死ぬかもしれませんよと。絶対に嘘言わない、必ず勝てるなんて言わない、うん、海だからね、死ぬかもしれない、でもそれでもいいですか、それは分かったと。だからスポンサーなんて気軽にお金出してくれるところをスポンサーにするんじゃなくて、我々はこういう方向に向かってこれをやりたいんですと、でそこに協力してくれますかと。だからこう同志なんですよ、僕スポンサーとは。やり方が違います、ただ役割が違います、ただ同じ方向へ必ず向いてるんですよ。でそれが向けない人とはじゃあまだ別の機会にということで、よくよく話し合って、自分たちのチーム、スポンサー、応援の必ずね、向いてる方向を一つにしないとつまずいちゃうから。これだから一つの、まあ、今まさにね、白石さんもそうだと思うし、やっぱり一人でねやってる中だとやっぱ最後は人と人じゃないですか。これ三浦雄一郎さん今エベレスト挑戦してます。あれももちろんいろんなね、サポートがあってて、我々も一つ天気のところでサポートさせていただいてますけど、あれなんかの話を聞いてもやっぱりなんかいわゆるなんかそのネガティブな感覚のスポンサーの捉え方ではない、やっぱ最後は人と人のね、向こうの担当者とかそういう形になって、だからこれ逆に言うとあまりこの市場が大きくなりすぎてシステマティックになりすぎちゃった時に、なんかその関係性がスポンサードって関係性とか、それこそテレビ局、代理店、プロダクションなんとかっていうそういう関係があまりに大きくなってシステマティックになりすぎると、なんかもうそれが形式化されて人とのコミュニケーションじゃなく、なんかもうちょっとクールなものになって方向性がいまいちになっちゃう。逆に先ほど橋本さんがおっしゃられたそもそもの本質であるものっていうのは、企業から出ようが、ある意味個人から出ようが、それこそなんかすごい資産家の人からはいみたいな感じのドネーションだろうが、やっぱそこはやっぱりみんな同じ方向を向いてやっていたっていう、そういう状態であれば健康的なんでしょうね、多分ね。だから今ちょうど本当は先生おっしゃった過渡期ですよね。じゃあこれからどうしようと、でそれは仲間内で楽しくやればそれでいいですよ、うん、ただ大きなお金は入らないからね、うん、じゃあもっとやると、これまた分かれるでしょうね、楽しくやりたいんだっていうチームと、いやもっと新しくしていこうよとチーム でそれは皆さんが方向を決めないと。これは難しいですねこれ誰が決めるんですか、これ今の話ですか。そういや、なんかそういう話になったからやりますみたいな話で誰が舵握ってんの、誰が舵握ってんの。ね、多分ですね、船で言えば舵がですね、ないです、ない風任せです、サポーターの風任せで進んでます、この船は。よく5年目突入したね、この番組もね、しかし、まあこのお金の問題、スポンサーの問題は引き続き、今年から始まりましたけどもね、これからまたこのスポンサードという形で梅雨、うんうん、夏冬という形でイベントやってきますので、その辺は次回またいろいろとあるのかもしれません。ちょっとね、先進みましょうかね、もうちょっとあと20分、こんなこともやってますということで、新しいメディアにもちょっと出始めました。それはニコ生です。ニコ生の VTR ちょっと行ってみましょうか。どうぞ、こちらです。出たがるね。お天気確認していきたいと思うんですけど、
何を隠そう明日はね穏やかな空なんですよ。なのでもうポイントとしても明日シンプルですっごい分かりやすいです。明日もう日差しが届くところが多くなります。もうほとんど晴れです。まあ、雲が広がるところもあるものの各地晴れるところが多くなって今日に引き続き穏やかな空が続いてくれそうです。そして名古屋や東京もお天気は回復して日差しが届きますね。ただこの春の陽気に誘われて花粉がだいぶ飛散そうです。ピークはねあのヒノキになってきてます。杉からヒノキになってきてますのでヒノキの花粉症の方はねくれぐれも万全の対策でお出かけください。今日干せなかった洗濯物はよく乾きそうです。さあなんか今の時だけ、あのティッカーが下がりましたね。なんでなんでしょうか。はい、あの実際これあのニコ生で放送してるんで本当はコメントがブワーっと、出て足足とかいっぱい出てるんですけど、そういう新しいメディアなんかにも挑戦させていただいてるということですけど、これはもう総本山というかね、はい、あの提供させていただいてる杉本さんとお話しするしかないんですけど、ありがとうございます。あのニコ生ちょっと今年からやらせていただきまして、はい、感触はどうですか。いやものすごくなんか違う風が来てでもなんかね本質的には変わんないのかなみたいな感覚はあります。それぞれ多分シチュエーションがちょっとあの同じ番組なんですけど楽しむシチュエーションが違うので、うん、箱が違うっていうんですかね。そうすると それぞれで楽しむ人はやっぱり違う場合もありますよね。ああそうですね、だからニコ生で初めて知った人もいますし、ソライブで常に見てる人もいますし、その中にはニコ生とソライブとなんかこう2つであの放送の時は違う放送やってるんですよ、はい、生の時は。なんでそれをこう2つ小室哲哉みたいになってるっていう。そうだからこう3タイプ分かりますよね。3タイプいると思います。ですよね、あの通常のなんか別のエンターテインメント系の動画なんかもそうですけど、やっぱりその YouTube で見たいっていう人と、うん、やっぱりニコニコで見たいっていう人と、やっぱり両方で見て楽しい、それぞれシチュエーションが違うんで、両方見て楽しむっていう方やっぱりいらっしゃいますよね。同じコンテンツでも両方で見ちゃう。そう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 。ああそれもすごいですね。まあ、ニコニコで見ること自身はいわゆるそのパブリックビューイング的に見るっていうような効果が出てるんで、まあ例えば YouTube で見るっていうことになると家で DVD を見るのとすごく似てるじゃないですか。似てますね。だからもうシチュエーションが全然違うんでそれぞれの楽しみ方が違うっていうんですか、番組そのものは。はあ、それは感じますよね。その参加すると全く同じ動画でも YouTube で見る、ニコ生で見る、もしくはまあ DVD を借りて買ってみるっていうような、そういうシチュエーションが違う。そこは違うと思います。でソライブなんか両方ともコメントができるんですけども、やっぱり出方が違うので、はい、だったりかその雰囲気として そのコメントの雰囲気も違うじゃないですか。コメントの雰囲気違います。そうだからそれはコメントが出るじゃないかっていうことは意味としては一緒なんですけど、やっぱりただユーザーのマインドによっては、やっぱそこは違う場所、うん、なので違う楽しみ方ができる場所っていうことで2つのバリエーションがあるっていうふうに捉えられてるんじゃないかなと思うんですよね。だから全然コメントが変わってくるっていう。いや確かにね、どうなんですかね、あの逆に僕もあのニコ生ちょっと出させていただいたこともあるんですけど、なんかニコ生出るとコメントでだんだんこうカメレオンじゃないですけど変わってきちゃうんですよ、で、はい、ものすごいなんかニコ生の方が下ネタバンバン出てくるなんか知んないですけど僕の本質を取ってこう何なんだろう解放する解放されてでキャスターもなんか、うん、スカート上がってきたみたいな。それは多分、ね、ウィンウィンみたいな。それはニコ生のソライブの楽しみ方なんじゃないですか。そうなんでしょうね。多分。で、あ、バシさん乗ってきたって言うとコメントまた変えて、あの、あ、こう入れてって、あ、乗ってきた乗ってきたってもっとやれみたいな感じになって、あ、っていう楽しみ方があるみたいな。それはそうなんですね。なんでチャットの方でニコ生の方が合ってるバシさんっていうのが出てる。ちょっと何言ってるか分かんない。ちなみにもう一つあります。こんなこともやってます。 3D のですねここまで来たかっていうところなんですけど、ウェザーロイド、これは実はあのニコニコセイガさんと協力させていただいて作ったのはニコニコセイガで出てきたものに対して選んで、それをまたさらにユーザーが 3D のモデリングがしてここまで敷きましたという、ウェザーロイドという企画もやってまして、これもスタートしてますんでちょっとそちらの方も見ていきましょう。こちらです。こんばんは、ウェザーロイドタイプ A、アイリです。今日は伊能忠敬が測量に向けた旅を始めたことにちなんで地図の日です。地図がないと天気予報も分かりにくいのでとてもありがたいです。それでは
明日の全国の天気です。旅に出たなら記念写真を撮らなきゃね。1たす1は2っこり。ということまでやってるということなんですが、これはですね、今年の1月から 3D で動くようになりまして、それまではちょっと静止画っぽい形だったんですが、こういう天気予報も、出てきたと。これはあのキャラクターが喋ってるっていう、そういう、まあ、想定というかそういうことになってるんですけど、これはまあ、キャスターが声やってるんですけども、全部ね作ってもらったんですよ、ユーザーの方に。まあ、これニコ動を主にやられてるユーザーの方に 3D のモデルから静止画から、で我々はそこの放送を提供する、まあ、何天気のデータなり喋るところのボイスという形でそれが融合してるんですけど、これがですねまた人気ありまして、いやもうこれはねもう総本山のとこから、いやいや、でもユーザージェネレーテッドすごいですね。そうですね、思わず天気予報も、まあ、もちろん作らさせていただいてるんですけど、お天気キャスターまで一緒に作っちゃって、キャスターまで作っちゃうんですね、キャスターまで、そのうちもうスタッフ全員いらんじゃねえか全員 3D でいけんじゃねえかっていう、ことにもなってるんですけど、まあ、そんなようなこともさせていただいてるということなんですが、ちょっと大急ぎで行きましたけども、委員の方にはですね最後ちょっと、フリップでまた一言アドバイスをお頂戴したいなということで、ちょっと手元にフリップありますでしょうか、大丈夫でしょうか、はい、ちょっと書きながらですね進めていきたいなと思います。チャットでの参加今181人、ソラチャットの方入ってますけど、皆さんどうでしょうか、番組審議委員会、90分ぐらいになりますけども、延長延長って出てきてますけどねいいねというの出てますね、調子乗ってるな WWW っていうね、延長しましょう、延長しましょう、早い、青木歌合戦は、これはちょっとやめときましょうね紅白歌合戦の時間に青と黄色の歌合戦のことで、そんなこともやってたんですけども、はい、ポイントは話できていたと思いますっていう評価をしていただいてますね、ありがとうございます。私も MC 不慣れなもんでね、うまく回ってたか不安ですけど、ね、そのうちバシさんもロイド化しそうですね、 W というね、もうみんなロイド化しちゃいますからね、さあだん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 と、金のハイレグの評価は、そういうこと書かないのそういうことは書かない。これ空ボタンとかできますか、面白かったかどうかとか聞いてみますか、適当にそっちでちょっと作っていただいて、これチャットで参加している方がボタンで投票できる仕組みありますので、ちなみに、16日16時16分の空ということで、空色リポート、この番組が始まってから、スタートしてますけど、今このタイミングで4700通来ているということでございまして、同じ時間の同じ空を全国で同じ時間にリポートしよう、これ4700通ですね今ね、来てます。さあそれでは、じゃあまた時計回りに聞いていきましょうかね、いきましょう、一夜先生にじゃあ一言アドバイスいただきたいと思います。一夜先生のアドバイス、じゃん、パンケスト、パンケスト、いや今ね来るとこまで来た、ね、前回パンケストまでしたけどパンケストになってきました。いや今日はね本当はねこうみんなって書こうと思ってたんですけど、はいはいはい、ちょっと違うなと話聞いてて、もうそれは過ぎちゃったなって感じがしますね。みんなこうソーシャルで、そこまで行っちゃった。うん、それはもう終わったなと。で、今日でそのソーシャルでみんなでっていうのもあれば、それからマルチスクリーンの対応も出てきたし、はいはい、ビッグデータも来たし、3D もあるし、
ビジネスモデルをみんなで作っちゃうみたいなのあったし、それはもうこれ全部足し合わせて世界征服しかないですよ。タンクで、はい、続けてもらいたいですね。タンケスト、パンケストってチャット入れてます。ありがとうございます。このアドバイス、はい、続いてじゃあ水本さんから一言を頂戴したいと思います。どうぞ。僕はこんな感じですね。はい、ソーシャルの集合地で新しい天気確保の指標も含めて作ろう、はい、まあ、今日いろいろと見せていただいて、やっぱりそのソーシャルの力のすごさっていうのは、まあ、僕も再確認をさせていただいて、でただもしかしたら以前からするとそれってそれ天気予報なのっていうことも出てきてると思うんですよ、うんうん、だったりとか先ほど のウェザーロイドにしてもそれは天気キャスターかと言われると昔はそうだったのではないかもしれないじゃないですか、うん、なのでいわゆる以前の考え方からするとやっぱりそれは天気予報のではなかったのかもしれないんですけども、それが今そういうものにちゃんと入ってきてるし機能してるっていうのはすごいと思うんですよね。だからそれをもっともっと増やしていったりとか、もっともっとそのなんて言うんでしょうね、精度も含めて上げていったりとか、まあ、僕の考え方としては、単に精度を上げるというよりはいろいろなその指標を増やしていって、総合的な判断できる材料をもっともっと増やしていくことで総合的な角度を上げていこうのがいいんじゃないかななんていうふうにすごい思うんですよ。でそのためにはやっぱりソーシャルってすごい使える場所だし、まあ、そこをどん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 取り入れるっていうことが、すごいいいことじゃないかなと思うし、ぜひ伸ばしてほしいなと思うんですね。で反面すいません長くなっちゃうんですけど、ちょっと戻ると、僕その天気の的中率そのものを単に上げていくっていうことはあんまり賛成してないですね。やっぱりそれも選択肢を増やしていくこと、なんでかっていうと逆ブレもすると思っていて、天気の的中率が当たれば当たるって角度が上がれば上がるほどボスがリスクも増えると思っていて、要するに単純に出された天気を信用するっていうことを刷り込んでいくことになると思うんですよ。外れた場合のギャップはね、そうですそうですからね。これで外れた時に信じたんで僕死んじゃいましたなんていうことになっちゃうのは絶対に良くないので、そういう意味では指標を増やしていくことによってそのリスクを若干でも下げていくっていうことと、総合判断っていうのが大事ですよっていうようなことをむしろ僕はウェザーニューズには言っていってほしいなってすごい思います。はい、これはやっぱりでも新しい指標っていうのはこれは我々もキーワードなんですけど、やっぱ新しいことをやるときに単純にまだ新しいものが認知されなくて、ああみんな新しいことをやり始めただって時はみんな前向きなんですけど、はい、それが既存のものと同じぐらいのレベルになってきたときに、多分迷いもあるし、逆にネガティブの流れも来るんで、その橋渡しをするというか、そうなんです、そういう時に客観的な指標っていうのがこうあるとですね、その橋渡しが意外にスムーズにいくっていうようなね、そうなんです、こういうものありますからね。でそういうものを出していこうっていう発想を持ってるのは多分この業界だとウェザーニーズだけなので、やっぱそこは大事に、2号ぐらいじゃないですか、そういうのを大事にしてほしいな、橋渡しをしようというかね。いやありがとうございました。いやいやいや、重い話でした。続きまして高橋さんからもちょっと一言お頂戴したいと思います。はい、どうぞ。超多点がサイエンスも変える、サイエンスも変えると、杉本さんのおっしゃってるのに近いんですけど、やっぱりこれだけの数があるということがものすごい力ですね。で一般にその科学研究っていうのはすごくちゃんとやってると思われるかもしれないけれども、やはり最後はやっぱりデータ見て人は考える。でこの時のやっぱり信頼性のあるデータっていうのはこの数でですね変えられると思うんですね。もう質的に違うと思うんですよ。 でもこういう発想そのものがまだ研究者の方にはなかったやり方ですよね。やっぱり雨出すから桁違いですよね。でこれをやっぱりぜひ使いたいなって、もう非常に強くインプレッション。これ逆に言うとですね、ちょっと話長くするあれはないですけど、こういう情報を逆により公開していくと、そのサイエンスというかアカデミックの方々も今度使えるようになりますよね、そういう情報がね。そうですね、さっきのフィードバックが非常に面白くて、当たった当たんないですね、あれでも、まあ、1人ずつは曖昧なんですけれども、あれだけ集めると多分使える情報ですよね。でどういう時に当たってどういう時に外れるかとか、当たる感覚っていうのはこれ非常に最後は数値化できる話じゃないかなと。でこれはなんていうのかな、例えば気候予測とかありますよね、はい、そうすると温度は上がる上がらないっていうのがあるんだけれども、明日の天気と同じで地震があったりなかったりするわけですね。でこういうやっぱり集合でそういったものを自然を予測していくと、でそれがどのくらいの角度なのかっていうのが市民レベルで肌で感じられるっていうのは非常に面白いんです。でそれが科学ができてないところですよね。だから専門家に意見を聞くとこうなりますというと、みんなそれが合ってる合ってないの話になるんだけど、みんなねそれも自信があったりなかったりするわけです。でそれをこの数を集めることによって自分たち一人ずつがですねそれを感じられる、
でサイエンスというものを見直すことになると思うんですよね。うわー、これ何ですかこの番組、すごいことになってますねサイエンスそのものを変えるんじゃないか。ちょっといろいろ高橋さん、いろいろ情報うちからデータいっぱい持ってってですね、なんかいろいろ考えてくださいぜひどんどんデータを渡しますんで、はい、それでは橋本さんにも一言ご頂戴したいと思います、はい、どうぞ、はい、ビッグデータ括弧サポーターを読もうと、うんうん、来ました。去年私はここで天気を楽しもうと言いましたね、はい、でその結果、うん、サポーターがこれだけたくさん、うん、これがビッグデータになってるんですよね、はい、でそのビッグデータを今度はどう読んでいくか、うん、どう生かしていくか、これが多分次の1年のテーマになると思います。いやまさにそうなんですよね、うん、大量にリポートが来たからこそそれをちゃんと使い切るっていうのがまさにテーマになってます。上手にうまく正しく使い切るのがウェザーニュースさんの責任になってくる、うん、森田さんよろしくお願いします。森田さんよろしくお願いします。最後白石浩二さん、はい、またよろしくお願いします。はい、今回オチじゃないですよオチじゃないですよ、オチじゃないです、オチじゃないです。今回ねちょっとこれさっきこう幸運流水、幸運流水、あ難しい言葉だこれ。これね、ええ、さっきの会議聞いててもこれだけ多いでしょ、うん、誰かが舵握ったり、うん、足をこう一緒じゃなくてね、雲と水と一緒で、うん、流れようと思ってそっちに流れてんじゃないんだよね。はいはいはい、流れるべくして流れるんだよね。僕ねこれでねいいんじゃないかと思って、誰かがリーダーシップ取ってこっち行きましょうってついてく、うん、ついてないじゃなくて、僕さっき杉本さんの話聞いてたらもうこれだけ人数多いでしょ、うん、制御しきれないから、うん、僕ね流れる方向へ自然と流れるのかなと、雲のごとく水のごとく、ソライブ24は空そのもののように、そうさっきのスポンサーの話もこうやるべきかやらないべきかじゃなくて、うん、自然とおのずと、うん、どっちかの方向へ流れてきそうな感じだなと。あーそれ運営している方超楽ですねあのもういいよ、シャワーとかでもう粘んなくていい、あもうあもうそのままやっちゃえみたいな、こううわーみたいな感じですよね。そうだからね、そう雲もそうですよ、つかみどころがない、でもちゃんと雲があって流れてるんだよね、存在はあるんですよ、存在は。なるほど、そうですね。だからそれでねこれはいいんじゃないかなと思いましたね。気象そのものなんですね、はい、この番組はこんな感じで。いやいや、ありがとうございます。あ、オチじゃなかったんだ。全身エストとかじゃないんだ。すいません。期待してました。ちなみにですね、今空ボタンというこちらアプリの機能、BS のデータ放送でも4色のボタンでできますが、集計してたんですね。これ実は番組審議委員会いかがでしたかと、うん、もう2つで聞いてました。青面白かった。黄色もっと頑張れ。厳しいね。最後はですね、委員の方々もこれで評価されるっていうことになるんですけど、さあこの雲どっちに流れるんでしょうか。そろそろじゃあ、締め切ってですね、はい、それを見ながら終わりたいと思います、うん、青なのか黄色なのか、この番組がどうだったのかということですけど、もっと頑張りいっぱい出てますけどねさあそろそろじゃあ締め切りましょう。締め切りドーンということで、さあこの番組を見ていただいた方が面白かったか、もっと頑張る、これでもね面白かったけどもっと頑張るって話はどうなのかってことですけど、この2択できましたね。さあ、お結構競ってます、今日多いぞこれ参加者、止まんない、あ面白かったが多い、面白かったが多い、この風船の数をじゃあ累計見ていきましょう。こちらです。多いね人数、うん、はい、ということで、これを見ていただいてさらに参加していただいている方で276名が面白かった、237名もっと頑張れよ、これはある意味来年への期待ということもあるのかもしれません。いやーよかったですね、これちょっと黄色が多かったらですね、もっと頑張れって最後言われて終わっちゃうのもどうかなと思ったんですけどまあ面白かったということで、これからもですねパンクに、指標化をしながらサイエンスを変え、さらにですねビッグデータ使いながら、流れるままにいきたいと思いますということで次回もまた、どなたが参加できるか分かりませんけども、番組審議委員会ということでソライブ24が続いている限りですね、これは皆さんと一緒に公開しながら進めたいと思いますので、また来年、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。それでは、この番組この時間で締めさせていただきたいと思います。審査員の方々どうもありがとうございました。ありがとうございました。